川崎茂明は、鹿児島県樽水市出身の元プロ野球選手。宇と右みぎうち。樽見中学校では、軟式野球部に所属。鹿児島商工では3年夏に、鹿児島大会で準優勝。高校通算20本塁打の強打で活躍する。福岡大学では1年秋に、DH で、2年秋に、外野手で2度のベストナインを受賞。また2年秋は、 投ールも獲得した。3年時に大学選手権に出場。卒業後は鮮度市場に入社。成果部門の業務に携わりつつ、同社野球部の熊本ゴールデンラークスでプレー2008年の都市対抗野球では本類打を放ち注目される。2009年は沖縄電力の補強選手として都市対抗野球に出場。2010年には アジア大会日本代表に選出された。10月28日、プロ野球ドラフト会議にて東京ヤクルトスワローズから6位指名を受けた。即戦力の外野手として期待されていた。2012年3月26日、群馬県立林市の病院で右肘内側即副人体再建手術を受けた。2013年4月21日の 阪神タイガース戦で一軍初出場。同月25日には初安打を記録し、同月28日には初スタメン出場を果たした。ただ、この年の一軍出場は11試合に終わった。2014年は14試合に出場。2015年は13試合と出場機会に恵まれず、同年10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。 2016年に社会人野球のロキテクノベースボールクラブに入団。2018年9月に行われた第43回全日本クラブ野球選手権大会を最後に現役を引退。ありがとうございます。